最後手応えは十分あったから、でも最後の最後返されちゃったから意味ないかもしれないけど、でも俺は必ずヒロシの前に立ちはだかって、次こそは俺が勝ちを収めてやるからな。それまでは膝が悪いとかそんなこと言ってる場合じゃねえぞ。2勝目、これで2勝2敗五分に申した。負けが続いてまくったこともあるよ、まくったことがあるけど、やはり点数っていうのはね、1点差の世界だから、やっと言える。言うの忘れてた。ちょっくら優勝してきます。よしよし、お前には負けたくねえよ。ただ今日は俺がたまたま勝ったということ。